世界でヒットしている日本の楽曲をランキング化したグローバルジャパンソングスエククルジャパン。今週は XG ウォークアップが首位を獲得した集計期間2024年6月28日から7月4日。ウォークアップは XG が5月21日にリリースした自身初のオールラップソング。今週のオーディオとビデオを合算したストリーミング数は759.3万回を記録し、 6週連続で首位の座をキープした。国別ではアメリカ、ブラジル、南アフリカ、シンガポールの4カ国で1位をマークした。今週はニュージーンズのメンバーが東京ドーム公演でカバーした楽曲が急上昇。民事がカバーしたウンディー、踊り子は、前週比316%となる351。7万回再生を記録し初のトップ3入りを果たした。 さらにハンニがカバーした松田聖子、青い珊瑚賞は、前週完全圏外から8位に特大ジャンプアップ。またトップ20圏外にはなるが、ヒインがカバーした竹内マリア、プラスティックラブも前週比169%を記録した。なお、踊り子は、韓国1位、シンガポール2位、インド13位、タイ17位と、アジア諸国で上位にチャートインしている。 これらのカバーにより日本の楽曲全体に注目が集まったのか、今週はトップ20中15曲が全週を上回るストリーミング数を記録した。全週14位に初登場したこっちの剣とハイ、はい、喜んでは、全週比139。0%を記録し12位にランクアップ。16位のリサ、グレンゲは、同曲が主題歌に起用されていたテレビアニメ、鬼滅の刃。 の柱稽古編が6月30日に最終回を迎えた影響か、前週比111.5%を記録した。日本の楽曲を対象に、ルーミネートデータ LLC が集計した、日本を除く、エククルーディング、世界200以上の国々における主要デジタルプラットフォームの定額課金型、サブスクリプションと広告支援型の公式ストリーミング、ダウンロードにそれぞれ比重をつけて算出し、 ランク付けしたチャート、ジャパンソングス、国別チャート、日本の楽曲を対象に、ルーミネートデータ LLC が集計した上記データに、各国独自の比重をつけて算出し、ランク付けしたチャート。現在ローンチしているのは韓国、シンガポール、インド、フランス、イギリス、アメリカ、ブラジル、南アフリカ、タイの9カ国で、順次追加予定。